一部ということはそうじゃない人には受け入れてもらえたということですかそうだねそっちの人数の方が多ければ別にそんな女子の反感なんて手ほども痛くないからね。それはえ もう超可愛いんだけど。<laughs> やったね、友達できたね、めぐる。もう半年以上も悩み続けていた問題が、やっと解決できたんだな。もう主人公以上の達成感を覚えてんじゃないか、こいつ。そうですか。それは何よりです。よかった。ひとまず立ち位置ぐらいはできたってことか。それは何より、稲葉さんは何が何でも人気者になりたかったわけじゃない。教室の中に自分の居場所さえ作れれば、それで十分な解決となる。もうちょっとめぐるの初手の問題が難しすぎたんだよな。 だがよくわかんない悩みを相談してしまったからな。はい、ありがとうございました。彩先輩、コシ先輩。いやなんか明確に心開いてくれてる感があっていいな。でもなんでねねは漢字先輩なのに主人公はカタカナ先輩なんだろう。<laughs> <laughs> ここに明確な違いはあるんだろうか。でも、あの、まだ完全になじむには時間がかかりそうで。だから何かあったらその時はまたここに来てもいいですかいや、上目遣いでおどおどしながら聞くのずるいな。何かあったらとかじゃなくてもう入部しちゃえよ。<笑><笑>そしたら毎日放課後会えるぜ。 構いいませんよその時には遠慮なくく来てくださいこんなにアットホームな部活なんだぜ、めぐる。<laughs> しかも部長さんが可愛くて優しい。これは入るしかない。ありがとうございます、あやつ先輩。え、ずるい。なんか主人公も気の気出せるふいを。<laughs> そしたらありがとうございます、星名先輩がいただけるかもしんない。で、今日はその報告をしに来たってことでいいのそれもありますけど、今日はむしろ星名先輩のために来てあげたんじゃないですか。なんだこいつ <laughs> ああ、そこはねと主人公の間に圧倒的な格差が生まれてんだよ。なんかカストズ 間違ってるぞお前これのためなんでどういういと何言ってるんですか天馬装備を整えるにはまだ素材が足りないはずです。だから、手伝ってあげますよ。<laughs> こいつ上から言いやうて <laughs> 生意気な後輩だな、こいつは。でも、めぐるの可愛さってこういうところだからな。しかも、天馬じゃなくて天馬なんか紛らわしいな。いや、でも、クラスのことしなくていいの男子は持ってきてましたけど、女子は持ってきてなかったので。あんまり男子とやってると、反感がね。<laughs> 女子の反感に怯えすぎだろ、お前。<laughs> <laughs> まあ女子だからこそ気づく恐ろしさみたいなものがあるんだろうなきっと。ああ、ほんとめんどくさそうだな。女子の付き合いって。だからこそネネもネネで割とドライな対応なのかもね。あんまり誰かに肩入れするとめぐるみたいなケースになってしまうから。あと、お昼のお礼とかも。いや、サノバウィッチのツンデレ枠はめぐるか。<笑><笑> かわいいな、こいつは本当に。いや、なんでもないです。それよりも先輩、ンカリイベントのアイテム欲しいんですよね。なんでこいつから取引始めてんだよ。<laughs> なんかもうちょっと感謝してくんね、主人公に。主人公発案の作戦なんだぜ。ああ、助かるよ。ありがとう。<laughs> 立場が逆になってる <laughs>。お前がめぐると研究部に悩み相談しに行ってるようなもんじゃないか、それ。<laughs> めぐけんかよ、ここ。でもな、俺下手だからな。稲葉さんの足を引っ張っちゃうかもな。だから謝る じゃないですか。ごめんなさいってなのにこの態度。何この陰湿先輩。なんでこんな差がある？<laughs> えもしかして漢字とカタカナの違いってこれ？<laughs> カタカナだとちょっと軽く見られてる？なんか実ラ的にそんな感じするもんな。もううっざー！この人本当にマジで面倒くさい。うるせえなこいつ。<laughs> 友達できたからってはしゃぐな。<laughs> 小学1年生か。大声で失礼なことを叫ばないでくれないか。サうん、うん、はあ朝か。あ、結局、めぐるは入部してこねえんだ。<laughs> え、何あいつ。おかけの最後のピースかと思いきや、検討違いだったのもしかして、シーバ系の方まだ眠いけど、そろそろ起きて朝飯を作らないと、俺はいつも通りの時間にベッドから起き上がり、服を着替えて準備を整えた。ああっす。あ、おはよう。今日の一元目ってなんだっけ握しとけ <laughs> 苦気入って時間割り変わったから、覚えてねえだじゃねえんだよ。この若菜のいない、ただアキラとマツーマで喋る 時間ほど無駄だと感じる時間はないよ <laughs>。数学じゃなかったっけ？数学か。眠い授業が最初とかきついな。うんえこの無価値な時間まだ続く？<laughs> <laughs> 若菜出てきてくれ、頼むから。この無益なトークに有益な時間を作ってくれ。寝不足なのかお前。いや、誰が興味あるアキラの生命事情、過去一どうでもいいわ。ちゃんと寝てはいるんだけど、深夜ドラマが面白くってついな。じゃ、ちゃんと寝れてねえじゃねえか <laughs>。なんて微妙にツッコミどころ用意してくるんだよ、お前 <laughs>。 突っ込まざるを得ない状況を作り出すな、お前。お前、そんなにテレビ好きだっけそうでもなかったんだけど。え、何なんか好きな女でもできた <laughs> なんか女の子に影響されてコロコロ変わるやついるよね。これでアキラが金座とか見始めたら、いよいよ叶えガチ恋勢である証明ができるんだけどな。深夜ドラマじゃ違うか。若菜ちゃんもお前も忙しそうで。暇になったからテレビ見るしかないんだなんうすん。あ、ただの暇つぶしね。ふふふ 深読みすぎたわ <laughs> そんないじけるなよいじけてるわけじゃないもんそれよりお前の方はどうなんだごめんな超充実してるわ <laughs> もうちょっとパート1から一気に立しば逆転してるなこの二人の関係性俺部活だよ部活楽しいのかまあそれなりにかな <laughs> しゃしゃりやがってよ <laughs> あんな可愛い部長さんがいてしかもたまにうざいけどそこが憎めない可愛い後輩までできたんだからそれなりにレベルなわけねえだろうがチャンネル登録 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ